久しぶりに飲んだからな。確かに。いや、もう全然ね。ロケバスで寝てて。全然寝てない。寝てて。本当ジュニアさん本当に大丈夫です。なんかゴロゴロ言ってたよ。大丈夫。なんだゴロゴロ。ゴロゴロゴロ言ってた。何かが出る前みたいな音してる。マックス酔っ払ってるが10として。はい。今、どれ？今8ですね。もう土砂まで何度だろう。すごいよ。はい、ここビビランさんです。2軒目は、はい、初めてのヘベレキ初のベトナム料理。2019年8月にオープン。鮮やかなランタンがまるでベトナムのナイトマーケットのようなビビラン。現地ベトナムでも人気の花を食べるラウホアは、鮮やかな見た目はもちろん、ビタミンや食物繊維など栄養も豊富。他にも今話題のスパカツにぴったりのスパイシーな料理も取り揃えた、名古屋にいながらベトナム気分が味わえるお店です。あ、ちょちょちょ、行ってこい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうしたんですか？はい。いや、僕その子。はい。どうしたんですか？いや、草薙です。知ってます。はい。はい、結構、それは。みんなで行きましょう。お前もう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸山桂里奈さんです。よろしくお願いします。2軒目のゲストはぶっちゃけ天然キャラでブレイク中の丸山桂里奈さん。彼女のプライベートは想像以上にすごいです。丸山さんって飲むの？あの強いかは別としてめちゃくちゃ好きです、うん、好き、お酒。そうなんや。じゃ普段も仕事終わったらもうどっか行って結構飲みます。飲んでんの？はい。どの辺で飲んでんの？三宿狭いとこで飲んでるね。この後、が足りてないか？俺は判断しちゃう。飲みすぎた草薙さんにヘベレケ史上最悪のハプニング発生。行っていいよ。オイルショック出ました。どうもジェームス・ディーみたいな女の子、岩井ジョニオです。はい、というわけでですね、今回私が名古屋の素敵な居酒屋を紹介させていただきたいと思います。はい、ね、今回のナビゲーターは岩井川の岩井ジョニオさん。実は今インスタ映えおじさんとして若者から支持されているジョニオさん。昭和の哀愁漂う写真が受け、フォロワーはなんと8万人超え。そこで今回は居酒屋をリポートしながらジョニスタ映えなポイントも一緒に見つけてもらいます。わかりました。インスタ床下シロアリ発見わっということですね。そういうことなのかな。ということでまずは伏見駅に直結する気軽に飲める居酒屋が立ち並ぶ伏見地下街へ。わあ、立ちのいいですね。うわ、ちょっとなんかレトロな感じじゃないですか。あ、こういうだからのれんなんかもいろいろあるんですよ、居酒屋っていうのは。でこれとかね、ちょっと昭和な感じしないですか。これこっからこう出てくる感じね。これあの髪の毛が後ろドレッドヘアみたいになってますよ。伏見のボブマーレーっていうのが。はい、こちら。あ、え、こちら、すいません、あれ、こちらのお店に、じゃあ、お魚屋さん。まず紹介するのは、せんべろにぴったりなお店、魚屋伏見店。営業時間は午前11時から。リーズナブルなメニューは、すべてオールタイムで対応。昭和レトロな雰囲気の中、昼から飲みたいのんべえにはぴったりなお店です。どうも、いいですか、私。どうぞどうぞ。あ、いいですか、一緒に相席。すいません、後で LINE 交換。ちょっと早いかもしれませんけども、あの早速じゃあ何がいい、何がセンベロセットが、センベロセットっていうのがおすすめです。あ、え、こんだけで1000円でいけるんですか。ポッキリです、税込みです。酒津屋さんのおすすめはこちらのセンベロセット。お好きなドリンク1杯に揚げ物などからお好きなものを3品、
さらに名物のエビカツ、そして枝豆がついて、なんと税込み1000円ポッキリ。いいですか、もう飲んじゃって。うまいんだな、これが。あれ、帰るんですか、もう。もうこれから盛り上がるって時に。ちょっと帰らなきゃいけない。あ、そうな、時間が。あ、じゃあタイムカード押しときますね。ありがとうございました。また会いましょう。よろしく。生きてればまた会えるでしょ。すいません。ちょっと待ってください。あれ。あ、どうも。ナイスミーチュー。どうも、幅ないですか。いや。グッドバイブレーション。あ、もしよかったら、一緒に飲みませんか。はい、あ、飲みたいです。あら、嬉しい。乾杯。乾杯。カメラ目線で。フィルターないと怖いんですけど。いただきます。うん、これはね、うまいレボリューション、わかり始めた、うまいレボリューション。すいません、ママチェック。チャンネル登録お願いします。2軒目のヘベレケ仲間は丸山桂里奈さん。酔った彼女から一体どんな発言が。じゃあとりあえず2軒目お願いいたします。この番組初めてやね。そんな、この番組はストローでお酒飲むの初めて。2本ついてます。ストローいいですね。あ、美味しい。あ、美味しい。飲んじゃう。これはよくわ。美味しい。甘い。これよくね。美味しいやつです。いけ。甘い。かわいいな。主人ですか。お菓子今日もあるんです。一応ね、手荷物にはなるかなと思ったんですけど。これもさ、丸山さん、はい、いつまでやります。ねえやろ。これでもいつもやります。これ山口のお土産です。これ高橋さんの山口のお土産。この駄菓子はあの人にはこれみたいなことがあるの。あ、一応あります。やっぱりみんな同じっていうことはないです。みんな一人ずつ違って。お前なのか。あのワニの人形やって。あれは何が足りてないか。俺は判断。大丈夫。すいません、ちょっと大丈夫ですか。おい とさってるやんか。で、ほぼ、おい、ほぼとしゃってたぞ。とさるなって言うだよ。今のはとしゃってたぞ、お前。おい、トイレ行け。なんで行かないよ。いいよ、行っていいから。びっくりした。行っていいよ。嘘でしょ、あいつ。勝手に飲んで。大丈夫なんですか。もう、ちゃんとしてよ。すいません。ちゃんとしてよ。これいつまでやる。やります。ずっともう血筋なんですよ、これって。なんか自分の両親のその上の先祖たちいるじゃないですか。でもその先祖はもう全滅してるんですけど、その人たちがやってきたことが血になって入ってきてるんで。でもこれ買うのも大変やし、みんなにこう書かなきゃわけや。はい、全然。でもすごい、それが逆にすごい好きなんですよ。そうなんや。草薙どう思う。いやもう本当に素晴らしいですね。本当に今までいたみたいなコメントされて、はい、素晴らしいです本当に。わあ、綺麗な生春巻き。はい、生春巻き、はい、春巻き、そうそう、おいしそう。こちらね、はい、マリオさんはさ、はい、もう何年ぐらいでしたっけ。今テレビのお仕事をさせていただいて2年半ぐらいです。だからほぼ同期やん。そうですね、その、はい、テレビ出だしてからも、はい、それじゃマリオさんはもう NG なしで受けてるの、はい、NG はもしかしたらあるかもしれないから、それは模索してます。今のところ来るのは全部 OK なだけで。そうです。いきなりだから、その何ですか、歩いてきた人がいて、その歩いてきた人に砂をこう取って口に入れられたりとかは嫌です。そんな番組ないです。そんなのない。歩いてきた人に、知らない人に口に砂入れられないです。こういうのも嫌ですけどねっていう、ちょっと考えちゃうんですけど、はい、でもそれ以外は別に意外に大丈夫だと思う。すごいな。例えば休みの日とかは全然見えへんけど、うん、何してんの。休みの日は
トラックあるじゃないですか。トラック、そうです。私トラックの運転手さんすごくかっこいいって憧れがあって、でトラックの運転手さんって本当に時間が平等にあるのかって思うぐらい忙しくされてて、ご飯食べるのも車の中食べてるじゃないですか、はいはい、でそういうのかっこいいと思うんで、結構 大型のコンビニでトラックの運転手さんが止めてご飯食べてるところを横付けして、で私も同じものを買って食べるっていうことやってます。休みの日にですか？何それ。一緒に食べてるみたいな気分を味わうんですよ。そうですね、で食べて一緒に食べたような感覚になって、はい、勝手にコートボールで帰る、はい、はあ、すごい趣味感じですかね。あれは結構、はい、あっちはあっちで普通に男性は現役の時はやっぱ彼氏はずっといましたけど、現役やめて今は2年半ですけど、本当に2年半彼氏はいないんですよ。本当に現役の時はモテたんですよ。あれなんでなんですかね。だってあれ俺今番組で聞いたけど、結構なタレントさんとかも、タレントさん、でもマリオがこう興味を持つ男性の幅狭そうやのに、いろいろたくさん付き合えるんだよね。そうですね、うん、私は結構優しくしてくれれば好きになっちゃうって。え、別れる時のきっかけはどっちなんですか？それもその時によりますけど、最後に付き合ってて別れた人は豆腐で別れたっていうか、私は絹ごし豆腐が好きで、彼氏は木綿が好きだったんですよ。で鍋の材料に豆腐がないから買ってきてくれって言われて、で私は絹を買ってったら、俺は木綿が好きなんだよって突き飛ばされたんですよ。本当にここをドーンってやって、はい、このまま行くじゃないですか。で、あ、やばいと思ってグッてやったら、私めちゃくちゃ体幹強いんで、このままグッってなってそのまま逃げて、逃げたまま分かりました。倒れなかった。その時に。ちなみにその人はこの世界の人なの？あ、違います。それはサッカーの代理人です。めっちゃ言うやん。ちゃんと言ってくれる。誰かなって思うから。でもサッカー人生と今の芸能界人生比べてどうですか？いや、今の方が全然楽しいです。だからサッカーの時はもう本当にいろんな、例えば決まりがあったり、はい、サッカーは楽しくやっていた部分はあるけど、はい、本当にこう抑えられてて、今こうに弾けたって感じです、うん、どっちかというと。練習もすごい増えたっつって。え、そうですね。サッカーの時は、サッカーの時は一番最高にもらって年収400万円だったんで。ほんならもう今なんてもう、そうです、なあ、ね、笑い止まらんな。本当に朝起きても寝る前も笑ってる。そんなに。ホリプロってね、いいんだ。幸せやな。っていうことは多分寝てる時も笑ってる。そうかもしれないね。え、給料面ではどうなんですか？給料面でも本当それこそ太田もちゃんとしてるもんな、はい、まあ、その芸人がもらえる割合はすごい多いんですけど、でも僕らもバイト辞めるぐらいになるなったのは本当ここ2、3ヶ月ぐらい。営業をちょっと NG にしてるんで僕ら、はい、その、え、営業をちょっと NG、はい、草薙が NG、 営業がめちゃめちゃ滑るんですよ。もうでも今は来てほしいな。いや、学園祭とか行ったことないんですよ。今なんてお前、今学祭館とどうすんねん。学園祭だから全部断ってもらって。そうなんですよ、はい、でも逆にそれをよく事務所が OK してくれますよね。二人の意思を尊重してくれる。本当に優しくて、マネージャーさんが本当に、え、今日いらっしゃってるマネージャーさん、はい、あのマネージャーさんは本当にやり手だし優しい。スケジュールになんか収録、ライブ、美容院とか入ってるんですよ。何すかこれって言ったら、いや、あんた髪の毛伸びてきたし予約取っといたからって言って。すごすぎる。マジで？すごいです。で、僕はなんか街で結構声かけられること増えたんですよっていう風に言ったら、次の日あの防犯ブザーみたいなプレゼントしてくれて。めっちゃ優しいじゃないですか。マジで？マジです。俺今日マネージャー来てない。まさかの。俺一人で来てんの。だから今日みたいな大きい仕事とか、大きい仕事というか、そういう仕事は真っ黒な服とか着てくれて、すぐ謝れるように真っ黒な服。すげえ。なんか僕らがミスした時にすぐ謝れるように真っ黒な服を着てくれてる。そうか、あれが水溜りだと、はい、何時学校で、はい、はい、すげー、すごい、めちゃめちゃ、とんでもないですよ、はい、クリコさん抜けはったよ、はい、はい、そうですね。
その席とは言わへんけど、ちょっと一席空いてるっしょ、俺の分。来てくださる。この後、リンゴちゃんにヘベレケの洗礼が。リンゴの果汁が止まらない。岩井ジョニオのヘベレケナビ。続いては、こだわりの日本酒が飲める店。早速お店へ向かうと。うわあ、見てください、これ。もう日本酒ライブラリーですよ。本当だったら中に入りたいんですけど、また炎上しちゃいますから。中も日本酒一升瓶。うわあ、すごい。いやいや、嬉しい。ジャパンですね、ここは。やってきたのは、職人が目利きしたマグロと銘柄にこだわった日本酒が楽しめる日本酒マグロ三倉名駅。自慢のマグロ料理は毎日柳橋中央市場から仕入れるその日一番の新鮮なマグロを使用。そしてマグロ料理と一緒に楽しみたいのが60分1500円からの日本酒利き酒コース。地元の銘酒や希少な銘柄など100種以上の厳選した日本酒を自由に飲み比べできます。これ行きたいですね。もう日本酒も大好きで、私和紙の国の人だからでもね。というわけでジョニオさんも日本酒の飲み比べ。今の季節だったら何がうまいかなっていう。今の季節だったら冷やおろしですね。冷やおろし、こういうタイプですね。冬に作った日本酒をちょっと半年間、夏の間寝かして、秋になったら出すっていう。生ですね。キレがあるというか、でもっと飲みやすくなってるから。そう、あ、来るね。ガツンと来ますね、後から。あー、これもいい。うま口というか、切れ味がスパーンとね。今日はもう行っちゃう、もう名古屋の夜は。今日もフィーバーしちゃおう。そして日本酒にぴったりなお店自慢のマグロ三種盛りもいただきましょう。これちょっとね、いただきますよ。いや、ほんと醤油とまた合いますね。そうですね。ちょっとじゃあ大トロいってみます。このピンク、もうこれは本当ね、ピンクのモーツァルト以来、こんなピンクなの。溶けちゃう、本当溶けちゃう。マグロでもこう違うんです ね、 違いますね。本当にありがとうございました。最高でした。じゃあ私最後締めていいですか。どうぞ。深爪だ、深爪だ。もう一回やらせてください。ヘベレキ旅、今日はこれでおしまい。ママチェック。千原ジュニアのヘベレケ、チャンネル登録お願いします。